こんにちは、魚屋の森です。さあ、今日は何の日かな。今日は最初日曜日なので、恒例のうちの朝市の開催日です。実はこの夏のね、7月8月って温度が高くなるので、朝市衛生管理の観点でお休みしてて、今日は9月なので、久しぶり、2ヶ月ぶりの朝市の開催です。今日は皆さんにその朝市の仕込みから実際の営業の様子なんかをご紹介しようと思いますので、ぜひ見てみてください。ということで、行ってみよう。はい、ということで、今日もナレーション魚屋の森が行っていきます。前回の動画で今日の朝市の仕入れの様子、仕込みの様子を紹介しているので、ぜひご覧ください。朝市の朝は早いです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今朝市の準備中です。おはようございます。次々とスタッフも出勤してきました。一緒です。眠そうですね。まず常温商品の陳列から行っていきます。これは今日天然のハマチになります。これからお寿司の準備をしていきます。全部握りたてをご用意します。皆さんバチバチの職人さんです。今日お寿司はどれぐらい。全部で一応500貫ぐらい握ろうかなと。はい、まずネタはね、ミックスでこういろいろ入れたネタを作るのと、あとは同じものばっかり、はいはい、オンに入れるだけだと太巻きですとか、はいはいはい、あと細ネギトロ巻き。この日は巻物や握り寿司など10種類以上のお寿司を用意しました。混ぜて作ろうと思います。全て手作業です。慣れてますね。むちゃくちゃいい部位を握っています。太巻きも含めてどれでも3パックで1200円。この日は大特売でした。これは今ガラマグロ丼どんぶりコーナーです。あとはサーモン丼。はい、今これも朝市の人気商品、なんと1個500円。人気の丼はどんどん売り切れちゃいます。いくらもたっぷり乗ってます。ミンククジラの赤身です。これは何ですか。これレアステーキ丼です。人気商品のクジラのレアステーキ丼ですね。色がいいです。綺麗。肉もやっぱり柔らかい。商品はどんどん増えていきます。店内が賑わってきました。その揚げたてのお惣菜も営業中に売り切れてしまうので、揚げたてを追加していきます。今町料理長のコーナーに戻ってきました。手間をかけたというか、そうですね、下ろして、この日のイワシは本当に手間暇かけてます。さばきから酢漬け、握り、全部自社で行っています。これが1パック400円とは。こうやって一つでも方向を向いてると違和感が出てくる。尻尾は尻尾、頭は頭で全部揃ってるんで綺麗にこう見える。職人さんならではのこだわりで、商品の見た目もすごく綺麗に仕上がっています。そうなんです。見た目でやっぱ売れるか売れないかも変わってる。かっこいいですね。前回の動画で紹介したタチウオの串焼きです。これもこの日はすぐ完売でした。サバもお値打ちです。ゆうあん漬けや漬物も人気です。
これも朝一ですぐ完売してしまうクジラ。あとは鮮魚コーナーにいろいろと並んでいます。通常の半額で買えるものも多くあります。このイベントは利益度外視なので、先ほどの海鮮丼もこんな価格です。かなちゃんは今日は売り場を担当しています。とても元気なのでお客さんからも大好評です。これは安かった。朝一の決め手は手書きのポップ。うん、そうですね、並べるとすごい量が。ここではあれですか、マグロどれがいいですかっていう相談を受けるんです。そうですね、大体お客さんが、はい、どの部位がいいかとか、そういったことはぜひスタッフにお尋ねください。対面のコミュニケーション取れるのが朝一のいいところです。でオープンまであと10分、朝礼が始まりました。みんなのポジションを最終チェックして、今日の売上目標や注意事項などを共有していきます。毎回オープン前はたくさんの行列ができています。オープンと同時にたくさんのお客様がいらっしゃいました。雨の中なのに本当にありがとうございました。店内は入場規制を行っていました。感染対策に気をつけて営業しています。タチウオこれさばけるんですか。ついついいろいろ話しかけてしまうのでお付き合いください。朝一はいつも来てるんですか。はい、ほぼ毎回来てます。毎回来てるんですか。はい、なんか今日はお目当てのものとか、はい、いつも買われるものとかありますか。いつもあのクジラを買います。クジラと今日も買われたんですか。はい、買ってます。お寿司も買いました。ピンククジラの握り寿司。朝一のなんか魅力って、はい、レアなものが手に入るっていうこともあるんですけど、はい、私はあの森ファミリーに会えるのも楽しみにしてます。ありがとうございます。これはいいといい。朝一で買ったものは店内で食べることもできます。その場で調理してくれるんですね。そうですね。これ今朝一で買われたものを食べてるんですか。はい、そうですね、はい、よく朝一は来られるんですか。はい、もう毎月楽しみにしております。お目当ての商品とかありますか。まあその時その時にあるその売り出しのものとか、おすすめされるものですかね。あの 今月何あるかなっていうのを楽しみにしながら言いますね。お兄さん何かいつも買われるものありますか。はい、いつも買われるもの、絶対買うのが焼きサバの棒寿司があるんです。どれですか。これです。これあの毎回必ず買ってます。はい、どっか行くときはあのお土産も買ってます。これはもう定番です、ね、定番ですか。はい、あとあの LINE 登録すると卵がもらえます。先着です。これはお客様が買われたやつですか。購入した商品はお持ち帰り用にお刺身や煮物、焼き物などに調理もします。追加です。北海道の本マグロ天然早かったですね。もうなくなってますからね。少なめにしてたらやっぱりパックしたての方がずっとうまいので。その場で買ったものを調理してもらえるんですよね。はい、調理方法はどんなものか。何でもですか。あの、はい、揚げてくださいでも焼いてくださいでも。はい、もう今これ煮てくださいっていうのが来てます。あ、
でこれは煮るもやるんですね、はい、これはクジラなんで笑い。とにかく朝市の醍醐味はこれです。でね、買った素材を自分好みに調理してもらう。とても忙しくなりますが、スタッフ一同これが喜びでもあります。なかなかここまで全部やってくれるところってないんじゃないですか。ないですよね。はい、昨日仕入れたサザエ、とっても大きくてめちゃくちゃ美味しそうでした。大きいですね、これは。これテイクアウトですか？そうです、テイクアウト用で。これでお持ち帰り。これでお持ち帰りいただきます。はい、開催してますので、ぜひ名古屋にお越しの際は遊びに来てください。ということで、またね。バイバーイ。